今日ほぼほぼ寝ずにいたんですけどもうね疲れてずっと寝てたそうまああのちょっとメールは今日送らないあの方向で行こうと思うんですけどすいません明日いろいろ送りますねそう今日は海に行ってきました 安心してみんな多分日焼けしてないから多分みんな私日焼けしてない大丈夫かなどうですかめっちゃ対策したんですよめっちゃ対策してそうもう全身ラッシュガードでそうでもうめっちゃ顔に日焼けだめになってはい 大丈夫かなくしゃがそうと思います <laughs> 頭皮も多分大丈夫だと思うずっとあのふなんか帽子みたいな被ってたから大丈夫だと信じたいんですけど <laughs>、はい、まあ,あの海はもちろん笹川流れに行ってきましたはいあのおばあちゃんとかと一緒になので結構総出で行ってきたんですけど もうねうんしかったね <laughs> なんかここが自分の家なんじゃないかってくらい楽しくてめっちゃ泳いだよ超泳いだもう本当に泳いだでもちろんミニオンのゴーグルしてそうあのなんかだい体い素潜りってシュノーケルが。 いいと思うんですけどシノーケルは私,合ってないの私なんかねシノーケルよくわからないので <laughs> シノーケルの使い方わかんないからだからまあ水泳やってたしだからゴーグルでずっともう深く潜ってたんですけどもいろんな魚がいてなんかめっちゃもう特大の魚もいてなんかすごい自然を感じました。 そうなんかいつも行ってる海のスポットがあるんですけどそこちょっと先客がいてもうめちゃめちゃ本格的なあのキャンプをしててそうだから今日はいつもと違う場所で海に行ってたんですけどはいウニもたくさんいたしサザエもめっちゃ見つけたようん。 こんなにいるんだってくらい見つけました。けど何より魚がいっぱいいたのだ。あと。エビの赤ちゃんみたいな。なんか、本当にちっちゃいお魚もいて。なんか、すごかったね。壇上にベルボーの魚 <laughs>。これ魚じゃないか、どうなんだろう。あ、ちなみに私、あの、ウニの、あの。 やつ刺されん何刺さんました <laughs> パパと同じことしててパパもルアがそのウニの,あのトゲが刺さった後に刺さってたんですけど私は多分ウニのトゲ取れましたそうそう全然全然まあ大丈夫です <laughs> そうなんか まあ去年と同様でその全身ラッシュガードだったから全然多分何すり傷とかもなく大丈夫でしただからこんなアイドルなかなかいないよなと思ってめっちゃガチでガチで泳いできたんで <laughs> なんかインスタになんか載せようかなとか思ったけど るは今んところなんかね、今んところね結構なんかすごいストーリーなんですよ。なんかなんだ競馬競馬をはじめなんか競馬,競馬,か競馬サッカー海潜りみたいなえ大丈夫って感じじゃないですか <laughs>。そうだからちょっ ちょっと一日休んで明日海のあのストーリー載せようかなって <laughs> 思いますねいや結構面白いよねなんか自分でも面白いなと思って自分のストーリーすごい自由で面白いなって思いましたなんかアイドルを感じないような <laughs> あのそれだけ本当にこのお盆休み充実できてるしなんかいろんな ところに連れてってくれるからとっても楽しいです、うん、みんなもちゃんと休めてましたか今日はそう今日はあのなんか海からなんかいろんなやつ送りたかったんだけどさあの携帯使ってると充電がめっちゃ食っちゃってそうだから今日はもうほぼ携帯使うと充電なくなっちゃうから。 写真以外あんまりや携帯いじってなくてそう、ぼとぼっとしてた <laughs> いや本当に楽しかったですねうんそああと聞いてほしいあとねなんかまた <laughs> またちょっと増えてしまったんですけどあのー この前、あのー、なんだっけ。ちょっと待って。この前、毎日配信チケットを9枚に減らしたんですよ。まあ、10枚になるから、みたいな。ま、あでも、それはもちろん10枚になったんですけど、なんかそっからさらになんか2枚、なんか追加、ま、あいろいろあって、その2枚追加されたんですよ。そう、だから私、あと3日休めるんですね <laughs>。 私あと3日休めるっぽいですまあいつ休むかちょっとちょっとどうしたかなーと思ってるんですけどねすごいびっくりしたなんか2枚追加されて過去の自分が,が多分頑張ってくれたんですよねあそうなんですそ,そうその災害の時のやつが追加されて まあだからあのー、そ,うそうですねなんかそのもう課題がやばくてなんかもう配信してる場合じゃないみたいな、まあ、ありえることなんで本当にいやあってはならないんですけどありえることなのでもしそんな感じがあればちょっとチケットを使おうかなと思ってるのでまあ8月後半なんかそういうことがあったらあーちょっと多分終わってないんだなって思ってください <laughs>。宿題頑張って、ね、ありがとうございます。 ありがとうございますみなさんありがとうちょっと頑張る足描きますえ一個だけ描いていい頑張る足さすがに一個すめるねえ待って大丈夫かなやっぱちょっと脇目脇目きょ今日変かもしれないなんかさお風呂から上がってめっちゃもうシャンプー3回したんですよ今日まあいつも二回してるんですけどシャンプーもう3回してなんだっけちょっとなんかまだね残ってるんだよねなんか なんかパッサパサ、ペーって感じ。えー、っとえー、頑張る八月十二って何したっけああーああオッケーです。書きまーす。え大丈夫かないくよ。<laughs> え赤い？どうですか？<laughs> アルビー行きましたっていうの書きますね。 ガンダってさえガンダッシュって伝わるかなガンダでガンダええ <laughs> 結構もう日傘もね刺したし大丈夫なんじゃないかなって思ってるんですけどだってくしゃみでそう なんだっけ公演後にガンダでアルミに応援行きましたえー、貸して貸してさんだーってちょっとはい OK ですはいいきますハハハじゃんす月のじ日 えー、公演後にガンダでアルビーに応援に行きました。勝ち点三打でーす。<laughs> ーめんね前髪おかしくて楽しかったです。そうガンダガンダッシュガンダ勝ち点三でした。嬉しい。 そう今日ね今日本当になんか多分6時くらいにお風呂入ったんだけどお風呂上がってからまだ夜ご飯食べてなくてもう眠たすぎてずっと2時間寝てでそっからおばあちゃんちから今帰ってきてでギリギリで配信しましたでも15分多分ギリギリいけるそうみんなとお話できてよかったですはい夜ご飯食べます ありがとねみんんなもたくさん食べて、ね、あと今日これグミおすすめする見てなんかこうちょっと新作っぽいんだよね是非食べてみてくださーいってことであれをさせてくださいごめんねちょっとしかできなくていきます 13位、りちゃんずありがとうございます。12位、まゆげありがとうございます。11位、ふわふわ氏ありがとうございます。10位、ほうちゃん氏ありがとうございます。9位、はるごおまるななしありがとうございます。8位、こがわましありがとうございます。7位、かきひこしありがとうございます。6位、あおしありがとうございます。5位、くるるしありがとうございます。4位、せったんがわしありがとうございます。3位、りゅうせいしありがとうございます。2位、ただの DD 氏ありがとうございます。そして1位は、じゃこ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 は。 えスラスマイル氏ですありがとうございます。<laughs> ルアスマイル氏ありがとう <laughs> え。え,えルアスマイル氏はルアツが欲しいんですかね。<laughs> ルアツが欲しいのか分かんないから言っちゃうけど、もうあのモモちゃんの配信、奥村ももかちゃんの配信でもめち,めちゃめちゃめちゃもう見るたびにいるんですけど <laughs>。 めっちゃコメントしてる <laughs> 推し活は楽しいですかよ良かったですね <laughs> <laughs> あでもルアの配信も来てくれるから嬉しいありがとうございます本当にこんな短い時間で <laughs> ぜひももし活し推し二人楽しんでください <laughs> <laughs> ありがとう <laughs> はいってことで <laughs> すいませんです 終わりたいと思います本日もありがとうございましたまたね明日は普通に配信できます川にせんときにももやないかいどんぶらこうや <laughs> バイバイありがとうございましたえ、日焼けしたやばいかもバイバイ